クロスガーデン多摩は東京都多摩市落合に所在するショッピングモールである。2008年4月25日にオープンした。オリックス不動産が開発、運営するクロスガーデンブランドのショッピングセンターとしては早期に開業した物件である。株式会社関東建はじめが施行。現在はガーデン前橋とともに関東建はじめが運営を行っている。 2021年1月現在、クロスガーデンタマ、ガーデン前橋とも、オリックス不動産の公式サイトには掲載されていない。建物は、地上4階建てで、オープンモール式を採用するネイバーフット型、ショッピングセンターである。タマセンター駅から南へ、徒歩5分、タマ中央公園に隣接している。建設前は、未利用の給料地であった。各店舗はフーディアム。その他、 2012年より GU の大型店舗が出店している。テナントの入れ替わりが頻繁である。特に開業時から出店していた各店舗の一つである山田電機の大型店舗が2015年5月に撤退してからは1年間にわたり後継テナントが決まらず空き店舗となり苦戦を強いられていたが地元の神奈川県に加えて多摩地域にも多く出店するの島が 翌く2016年5月より出店することで落ち着いた。山田電機、テックランドは大型店舗であったため、家電製品に加えて日用品なども取り扱っていたが、店舗スペースの半分にの島が出店し、残りの半分にかネタやルームデコが出店した。しかし、金ネタやルームデコも2018年11月に撤退し、後地は翌く2019年により、 室内遊園地、ファンタジーキッズリゾート玉となっている。営業時間は、ショッピングが10時から21時、飲食店は10時から23時、駐車場は9時50分から23時10分まで利用できる。開業時から無料駐車場を備えている。2019年3月8日までは、買い物金額にかかわらず、屋上駐車場は3時間まで、 一回駐車場は1時間半まで無料だったが、変更後は1時間に短縮した上で、買い物金額により1から2時間無料とした。毎月第1土曜日、日曜日には親子で参加。キッズフリマ、第4土曜日にはハンドメイドマーケットなど、ファミリー向けのイベントを積極的に開催している。出店テナント全店の一覧及び詳細情報は、 公式サイト、ショップガイド、フロアガイドを参照。ありがとうございます。